雪の城変化は、1934年から翌年にかけて朝日新聞に連載された、三上音吉の時代小説。これを原作とした多くの映画、テレビドラマ、舞台、新作歌舞伎、宝塚歌劇などが制作されている。雪の城変化本作は、三上音吉が、ジョンストン・マッカレーの、ソーセージの復讐をした時期に、歌舞伎、白波五人男の弁天構造や、三人、 吉蔵のお嬢、吉蔵などからヒントを得て創作したものである。普段はある姿の主人公が、時に全く別の姿を見せ、最後にその実態を敵に表す、という変身の構図は、広大の、タラオバンナイや、キューティハニーなどに連なる、変化ヒーローものの先駆けとなった。なお本書は1995年に、上下間で講段社文庫、大衆文学館で復刻されたが、 以後はまた絶版になっている。長崎の大棚の主人の子、雪太郎は、父親はじめ、家族一同を、あらぬ抜け荷の濡れ衣を着せられ破滅させられる。孤児となった雪太郎は、バス役者の中村菊之丞に拾われ、やがて小山の看板役者、中村雪之丞となって、江戸に現れるが、そのもう一つの顔は、親の敵を撃つべく、剣術を磨き上げた、復讐の鬼だった。狙うは、 今や我が世の春を歌う元長崎奉行、土部山菜とその一味、義族、闇太郎の助けを受けて、長崎の敵を、江戸で撃つ波乱万丈の物語が繰り広げられる。映画雪の上変化スタッフ、編集キャスト、編集雪の上役の長谷川和夫スタッフ、編集キャスト、編集、雪の上変化復習の兼スタッフ、編集キャスト、編集概要、編集、 振り袖取り物町和歌手変化のように主演のミソラ、ひばりが二役、三役を演じる作品は人気があった。本作では、小山である中村雪之丞、怪盗である闇太郎、劇中の回想シーンで登場する雪之丞の母、お園の三役をミソラばりが演じるが、本作では、さらにひねりが加えられ、雪之丞は、実は女であったという設定になっている。 見かけは男だが実は女という難しい演技を三空ひばりは演じており映画評論家の浦博士ミノは本作をひばり映画最大級のヒット作と評しているスタッフ編集キャスト編集全13話第10話までは毎週木曜19時から19時30分に第11話からは毎週木曜19時30分20時に編成のサムウェーブ工業提供枠 サンウェーブ名作座で放送された、スタッフ、編集キャスト、編集主題歌、編集1970年4月6日から6月29日まで、フジテレビ系列で、月曜20時台に放送、全13話、スタッフ、編集キャスト、編集格リスト、編集尾行、編集その後、不要屋敷の女と、その6、夕顔真中は、結番扱いになっている。 2014年の時代劇専門チャンネルにおける再放送では当初放送予定であったが都合により未放送となった。さらに話数を全13話から全11話とする措置が取られた。だが2019年のホームドラマチャンネルにおいては放送された。2008年1月3日21時22時45分に NHK 総合テレビで正月時代劇として放送スタッフ 編集出演、編集詳細は、雪の上変化を参照。ありがとうございます。